アイカツ、アイカツ、アイカツは、バンダイが発売するデータカード出すアイカツを原作、原案としたテレビ、東京系列のアニメである。テレビ、東京系列にて、2012年10月8日から2016年3月31日まで4年間にかけて放映されていた。サンライズが、女児向けのテレビアニメ作品を制作するのは、ママは、 小学4年生以来約20年不利となる。本番組の最後にはミニコーナー、愛活格言が入る。ゲームの発表と同時に公式サイトがプレオープンした後、8月6日に主要スタッフキャストが発表された。また、小学館、チャオ2012年10月号の付録 DVD にはゲームアニメのプレビューとして 3DCG アニメが収録される。 サンライズ作品に登場したキャラクターがモブキャラクターとして登場することがある。ほとんどの放送会で 3DCG によるダンス、歌パートが挿入される。CG のモデリングは放送当初ゲームと同程度のものであったがアニメパートに近づける傾向で何度か変更が加えられた。本作の使用曲はキャラクターの担当声優がそのまま歌唱するのではなく、 本作のために結成されたアイドルユニットスターアニス及びアイカツスターズのメンバーにそれぞれキャラクターの歌唱が割り振られる分業体制となっている。2013年より直前番組たまごっち、夢キラドリームからのジャンクションでは本作の一語青いとたまごっち、ッチの夢道キラリッチが共演する形で行うように変わった。なお18時30分枠の ピラメキーノから、たまごっち、絵のジャンクションにも、いちご、あい、ゆめみっち、きらりっちが登場している。2013年4月4日放送の第25話から、テレビ、東京系列、BS ジャパンの放送時間が変更され、テレビ、東京系列では毎週木曜18時18時30分に変更された。これに伴い、それまで、 たまごっち本番組の共演ジャンクションは本番組の直前での放送に変更、そして本番組。たまごっちのジャンクションは放送中のたまごっちと本番組の合同番組宣伝 CM を流用して行うように変更された。その後、同年9月5日よりたまごっちの新シリーズたまごっちミラクルフレンズが 放送開始したが、本番組前後の共演ジャンクションは廃止された。2013年10月3日から第一部後半の放送日時を継承しつつ2年目の放映も開始された。新たにライバル校や新キャラクターも登場し、新シリーズとしてスタートしている。なお、第二部は第一部最終回の時点から1年先の世界で展開しており、第一部時代の主要キャラクターは、 第3音楽年となっており、キャラクターデザインも多少大人びた感じになっている。また、オーディションなどのクライマックスシーンの演出は、第1部はキャラクターデザインなどがゲーム版のものに近いものであったが、第2部はアニメのオリジナルに近いものとなっている。冒頭ナレーションは、基本的に星宮一護によるナレーションとなっている。第25話は、ジョニー・ベップによるナレーション。 第51話は、アリス川乙女、キリアオイ、しぶきランの3人のナレーションに変更された。第52話から、登場時の服が、スターライト学園の制服に変更されている。2014年10月2日からスタートした第3部では、主人公が、大空明かりに変更、レギュラーキャラクターが刷新され、星宮一号をはじめとする前シーズンまでの、レギュラーキャラクターは、 第一部スタート時の神崎水希と同等の地位に成長している。BGM などもほぼ一新され、冒頭ナレーションも大空明かりによるものに変更されている。2015年4月2日放送の第127話からテレビ、東京系列での放送時間が毎週木曜18時30分19時に変更され2年ぶりの移動となり、サンライズの分社化の影響でアニメーション制作も バンダイナムコピクチャーズに変更された。2015年10月開始の第4シーズンより次回予告パートがエンディングと統合により別枠では廃止され、相勝つ。格言のコーナーがなくなり、ステージダイアリーのコーナーが加わった。字幕放送では色分けがされており、2014年放送の第3シーズン以降、明かりが黄色、墨れが水色、ひなきが緑色となっている。 2016年4月7日より新シリーズアイカツスターズへと移行した。また、放送時間も5分繰り上がり、18時25分から18時55分の放送となる。キャラクター名については数が多い都合上、原則的には初出、連続性がない場合のみ、フルネームとし、連続性がある場合は、長けとする。突起したい場合はこの限りではない。 弁当屋の娘である中学1年生の星宮いちごは弟のライチが大ファンのトップアイドル神崎水希のコンサートチケットを手に入れるため親友でアイドル好きのキリア葵を頼る。葵のつてでチケットを手に入れた3人はコンサートへ行き、その魅力にいちごは人生初の衝撃を受けた。そんな折、葵が水希も通う名門アイドル養成校スターライト学園で 編入試験が行われることを知り、一緒に受けるようイチゴを誘う。これといった夢や、目標のなかったイチゴは、母親の後押しもあり、受験を決意、イチゴはパフォーマンスが、青いは筆記試験が特に評価され、二人は、スターライト学園に編入した。二人は、早速行われたオーディションのご褒美として、水木のついたちマネージャーを務める権利を獲得し、そこで、 水木が才能ではなく凄まじい努力で己を磨いていることを知る。そして、ある理由で自ら孤独な日々を過ごしていたしぶき乱とオーディションで親しくなり、3人はアイドル活動、相活に励んでいく。その後3人は様々な特訓、オーディションを重ね、それぞれが歌とダンスに限らず、モデルや女優としてのステップアップも経験する。 不思議系アイドルの有栖川乙女、吸血鬼キャラで人気を博す東道由里香、歌舞伎の家柄からアイドルを志す後輩、北王子桜といった新しい仲間も増え、水木も彼女たちを見守る存在から競い合う存在へと意識するようになる。水木はかつて断念したユニットを再び結成するためオーディションを主催し、アメリカから水木を追いかけてきた一の世界デトランをメンバーに選ぶ。 しかし、ランは、イチゴやアオイと離れ離れになったことで苦悩し、ミズキはランが一番輝ける場所、つまりイチゴとアオイとのユニットに合流するよう、メンバーからの追放を告げる。こうして、イチゴ、アオイ、ランの、ソレエユ、ミズキ、カエデ、ユリカのトライスター、そして乙女、桜、女優志向であるカミヤシオンが、自主的に結成した、ポアニプリ,リンの3ユニットが誕生し、 辞退したシオンを除く8人は、夏季限定のユニット、スターアニスを結成、全国ツアーを行う。そして毎年恒例の学園内の位アイドルを決める大会、スターライトクイーンカップが開催され、スターアニスメンバーは全員準決勝進出、イチゴが決勝へ進出し、2年連続クイーンのミズキと対決する。しかし、この時イチゴはかつてカエデが話していたアメリカに、 自分らしい、相数を見出し、休学して渡米する決意を固めていた。決勝戦は、水木の新章に終わるもイチゴは、大急ぎで空港に向かい、最後まで泣くのを我慢していた青いをはじめとする、仲間たちと抱擁を交わし、アメリカへ旅立っていった。一方で、水木もスターライト学園を辞め、兵部隊から姿を消した。イチゴがアメリカに旅立ってから一年後、青いやらんは、 それぞれの得意分野で順調にキャリアを重ねており、水木の時代であるスターライトクイーンは乙女が選ばれていた。しかし、この一年の間にアイドル業界は開校間もないドリームアカデミーに接見され、スターライト学園生徒は心中穏やかではない日々を送っていた。両学園のアイドルが同じステージに立つことはなかったが、ある日ついに直接対決の場が設けられ、 スターライト学園からは葵が、ドリームアカデミーからは、大型新人の音上セーラが代表に選ばれる。セーラは、アイドルの知識こそないが、音楽の才能に長けており、専属プロデューサーであるサエグサキーのサポートもあって、初ステージでその年の新アピールである、セーザーアピールを決める。高校の葵がプレッシャーを感じる中、帰国したイチゴが突然姿を現し、葵の代わりに、 ステージで、星座アピールを決め、勝負は引き分けとなる。こうしてライバルであり新たな友達ができたイチゴは、再び青いアランたちと共にスターライト学園での、アイカツに励む。その間の神崎水木は、アイカツを盛り上げるために、夏木ミクルをスカウトし、新ユニット WM を結成をして、ソレイユやイチゴ、セーラのユニットと対戦をする一方で、 アイカツ8によっての全国サマードームツアーを興行する。これまでは WM にかなわなかったものの、トゥインクルスターカップを企画したのをきっかけとして、いちご、セーラで改めてニウィングスを組んで、WM に対抗できるように結成前に、できなかったのを分析し、いろいろと見直しを図る。その結果、ニウィングスは WM に勝利する。トゥインクルスターカップを最後と宣言した通りに、 WM は解散し、ミクルはガーデナーズワールドカップに向けてガーデニングに専念するためにアイカツを一旦休止した。新入生オーディションにおいて後に第三部の主人公となる大空あかりが登場。後頭部に進級したゴ、アオ青い、ンの初プロジェクトとして審査員3名でのオーディション、キャラバンを受ける。あかりは自分の名前を 星宮いちごと名乗るくらいに間違える場面にある通り、いちごに憧れた模倣スタイルであった。星宮いちごの強い推しで選出される。しかしながら、いちごのアドバイスにより完全一致の模倣から抜け、相ズブートキャンプや、スペシャルアピール活気合宿による特訓から今後に、つながるものとなり、第3部へとつながる前提となった。第102話から新展開。DVD。 BD リリース名称では、明かりジェネレーションを冠している。これは、最終回の、第178話までこのタイトルである。第76話において、いちご、青おい、ランが、審査員として参加した、新入生オーディション、キャラバンにて、見事合格した新人アイドル、中学1年生の大空明かりが主人公となる。寮の雨漏りトラブルでの入れ替わりで、 物静かで占い好きのヒカミスミレと、ルームメイトになり、芸歴13年のアイカツカードに詳しい心情、ヒナキと共にスターライト学園で、日々ア活に励む。一度は、スターライト学園に不合格となった経験もあり、明かりは、様々な工夫により、初心からのアイカツにおいての模索をするところから始まる。その活動の積み重ねから、明かりは、 大空を天気での仕事をメインとしてつくこととなった。また、ドラマ作品、相イ先生オーディションを通じて、紅林修理と知り合う。木桜女学園から交換留学制度により、藤原宮美がスターライト学園に1ヶ月間留学。スターライトクイーンカップにて桜が優勝し、スターライトクイーンに選出される。それが刺激になり、それゆが、 全国ツアーに旅立つ時にアかりはイチゴに対し、スターライトクイーン宣言をする。第127話以降は、アかりと同期生のスミレ、ヒナキ、シュリは中東部2年生となり、アかりは新入生の黒沢ンの後輩指導の担当となり、同じくしてスミレもアモウ・マドカの後輩指導の担当となる。また、ンとマドカはルームメイトの間柄となる。 第3部の明かりをはじめとした中東部組でのユニットが組まれる。スミレトリンは、ダンシング・リーバー、シュリ、ヒナキは、情熱・ハラペーニョ、明かり、マドカは、スキップスを結成する。エトワール学院から交換留学制度により、クリス・ココネがスターライト学園に留学。ユニットカップが開催決定される際も、ココネは、かつてのスターライト学園の交換留学生であり、 仕事仲間だった宮尾とアマフアナ・デシコを結成する。スターライト学園でのユニットカップが行われ、スキップスが優勝を果たした。第146話で相勝8大投票が行われたが、その際に3人ユニットによる大スターライト学園祭もソレイユから開催発表された。これを受けて、明かり、スミレ、ひなきのルミナスト、シュリー、リン、 マドカによるバニラチリペッパーが結成されることとなった。そしてポアにプリリンも出演参加している。またトライスターも帰れの強い推しがあり、水木との交渉の結果により復活された。その結果、ソレイユが1位で続いてルミナスが2位となった。その刺激を受けてルミナスの3人は出会いをテーマに相勝つ。ワゴンを制作して、 全国ツアーをすることをした。第153話以降は、ルミナスの全国ツアー、ルミナス・ジャパンツアー編となり、まずは、北海道に向かった。北海道でのステージの前に、第一野の,の白樺りさと出会う。二人もローカルでは歌を披露していた。ルミナスとの縁やステージに刺激され、スターライト学園を志望するようになり、オーディションを経て、編入となった。また、 ドリーデビルのプレミアムドレスを得る際にも不慣れな原宿でのパプニングがデザイナーに指示を得て獲得している。次にルーミナスは沖縄へと向かったが途中の京都ではかつての大空明かりのルームメイトであったハットリーや藤原雅、クリスココネトのかつてのスターライト学園交換留学生組との番組エピソードもありユーの交換留学のきっかけも語っている。そして 沖縄に到着したルーミナス3人は、果てる間南と出会うが、彼女は黒沢凛のライバルであり、ダンス仲間意識がある。凛のスケジュール次第では、ダンシングディーバのサプライズステージ扱いで可能性は、凛次第であったが、南の励ましの言葉、ナンクルナイサを思い出して、なんとか沖縄でのスミレットのユニットステージと、沖縄ダンスフェスでの南とのダンス共演も果たした。 大阪においてルミナスはツアーでのステージ後、道島ニーナのステージにお笑いという新要素で刺激を受け、何は天下一学園も見学させてもらう。その上で番組としてルミナスとニーナでお笑いステージを行うものの、本場の大阪での厳しさにお笑いの奥深さを知る。ニーナ自身も大阪出身ではないために計算したお笑いで決めることの難しさを知るが、 最後でお笑いに厳しいエンジンに評価されたことで自信を持つようになる。ルミナス・ジャパンツアーファイナルはスターライト学園で行われた。クリスマスの時期だったが、この時期の東京は雪が滅多に降らないために星宮一子が冗談半分で言ったことを第一のの白樺バリサが北海道からの雪運搬で実行する。それを全国区で評価を受け、 気温変化による東北地方での雪補充や西日本方面で協力する人々が増えステージまで運ぶことができた。そして、ハロー。ウィンターラブのクリスマスステージではルミナスに加えて紅林修理、星宮一子、神崎水木がバックダンサーに位置で出演した。そしてスターライトクイーンカップに向かうこととなる。スターライトクイーンカップでは エントリーからの目的意識を問われるところとなった。コーデ作成にしても、天才肌のドリーミークラウンデザイナーである、セナツバサが苦心するほどであったり、新庄ひなきも相勝復帰した、夏木ミクルとビビットキスコク番組作成で、ひなきのコーデ作成をテーマとして、共同作業を行ったほどである。ステージのための試行錯誤も壮絶を極めた。メイクインカップ参加で第一のの、 白河リサのコーデをかけたきっ抗した、ジャガイモ選別勝負や、春のドリアカーニバルでモルミナス三人が、トレーニングマシーンで、オトジョセイラ級の挑戦をしたほどである。その中、ドリームアカデミー中東部に、オトジョウエルが、姉のセイラと相談した上で編入したことを聞かされる。また、その間に一学生組の黒沢林、アモウマドカもライバルを意識した、マドカの誕生日パーティーも、 静かに行われていた。スターライトクイーンカップ本戦も開幕記念ステージで、シークレットに WM の最後のステージが行われて開幕した。中東部上位7名のみがフィーバーアピールで A ランク以上を取っている。1日目は白川理沙と紅林朱里との A ランク同士での一騎打ちとなり、朱里が暫定1位となった。2日目も第一のの黒沢林。 アモウマドカの A ランクの検討も虚しく、シュリが暫定1位を維持した。これは3日目の新庄ひなぎが暫定1位となるまで続くが、A ランク止まりであった。後のヒカミスミレは SA ランクに挑戦をしようとし、アピールの失敗でランク外になったが、ステージの全体評価から最終8位に止まった。そのスミレのタッチを受け、大空明かりのステージとなり見事に、 SA ランクのアピールを決めたことも要素となり優勝しスターライトクイーンとなる。今回のスターライトクイーンになった大空あかりはスターライト学園オーディション選考で入学を果たすきっかけとなった憧れでもある星宮一護からのお祝いとあかり勝利で一つお願い事を聞くという勝負に挑みあかりが勝利した。そしてお願い事を聞いた後星宮一護。 大空明かりが大規模スタジアムのステージで立っている後ろ姿の一シーンで話は終わる。アーケードゲーム版のリリースに連動したストーリー展開をしているが、第2部、映画、第2作までのランキングや合格8のメンバーなど、アニメオリジナルのものも存在する。また、第4部では、ルミナス、ジャパンツアーなどで、徳島県とハワイ島が絡むエピソードがないため、荒ナダは、月ともにかききは。 未登場。ゲームの企画が始まった2010年頃、脚本家の加藤洋一は、ゲームと連動したアニメの作り方についてバンダイと共に話し合った。それから2年後の2012年、オファーを受けたアニメーターの木村隆一は、監督として加藤と共に、現場入りした。データカードダスの開発が、アニメの制作よりも遅れることがあったため、各キャラクターの設定はバンダイが作成した原案に、 対して、本作のスタッフがそれをさらに発展させるという方法が取られ、アニメの設定がゲームに反映されることもあった。スターライト学園や、アイカツシステムなどの世界観は企画の段階で決まっていたものの、アニメとしてのストーリーは決まっておらず、木村と加藤の二人で練り直すこととなった。木村はゲームにおける水木とイチゴの設定と前述の世界観から、 AS を狙えのお嬢夫人と、岡博美のような関係性を見出した。また、二人が合流する前年の2011年に、東日本大震災が起きたことから、木村は明るく、コミカルな作風にしたいと考えており、加藤もそれに賛同した。加藤はエキサイトとのインタビューの中で、その方針が現れた出来事として第1話で、イチゴが、ベッドの中で、 水木のライブの様子を思い出す場面を挙げている。元の脚本では、イチゴが一粒の涙をこぼすという記述があったが、涙を流さない方が良いのではという木村の意見を受け、話し合いの末、落類の場面は削除された。木村は判断の理由について、困難に対して前向きにぶつかるキャラクターを前面に、押し出す作品にしたかったと前日のインタビューの中で述べており、加藤は、 木村の判断について、あまりウェットにせず、明るい前向きさを保つというシリーズ全体の方向性の起点になっていると前日のインタビューの中で振り返っている。加藤は一クール目の時点で、真面目な話から始め、ある時点までならコメディでできる範囲を示すという計画を立てており、それに基づいて、第9話と第12話を執筆した。このうち、第12話は、 クリスマスツリーに憧れる友人のために、イチゴが雪山で大木を倒す内容であり、加藤は、イチゴが斧で大木を切り倒す場面を見て、彼女に憧れる後輩が出てくることを期待して、執筆したと、エキサイトとのインタビューの中で振り返っている。制作期間が限られていたこともあり、アニメを作りながら、内容を考える状態が続いたため、第一部終盤の内容が確定したのは、 放送から半年ほど後のことだった。水木がアイドル活動を休止することはすでにゲーム側で確定していたため、そのままアニメへと取り入れられた。第1部の結末及び第2部の冒頭について、木村は水木との勝負だけでなく、イチゴは親友の青との関係やアイドルとしての自分の将来について考えるだろう。ならば、 水木に勝つための武者修行に出るのではと考えたとエキサイトとのインタビューの中で述べており、アイデアを聞いた加藤は明日の情が思い浮かんだと振り返っている。本作のライブパートの 3DCG 制作はサムライピクチャーズが担当し、同社内の複数のチームとその協力会社が並行して CG を作成した。アニメのライブシーンは絵コンテを使う代わりに、 CG チームと木村の打ち合わせをもとにしたカメラワークとアニメーションが作られ、再び木村がチェックするという体制が取られた。CG モデルはゲームの開発チームと共有しており、作業を効率的にするため、アニメ側に合わせたモデルの改良が行われた。プレイヤーイコールアイドルという位置づけだったゲームは主観的なカメラワークが取られた一方、本作では、 視聴者イコール観客という位置づけであるため実際のライブ映像を参考に様々な角度や距離からアイドルを映す客観的なカメラワークが撮られた。また本作のライブパートでは撮影者の存在を強調するため手ぶれを発生させたりカメラに気づいたアイドルが行動を起こすといった演出が撮られた。衣装や髪の毛などの揺れや ポリゴン抜けの調整などを行うセカンダリと並行する形で新しいキャラクターや衣装などの CG モデルのキービジュアル等が制作された。CG チームは歌唱パート、ダンス時の体の伸び、キャラクターデザイン上の特徴に関しては特に注意を払い、例えば前髪に編み込みのあるキャラクターの場合、編み込みが目立つように正面を強調したカメラワークを取り、 逆に後ろ髪が目立つキャラクターの場合は横顔を強調したカメラワークを取った。またカット割りは音楽ではなくキャラクターの動きに合わせたものが用いられた。例えば明かりの場合、入学したての頃はダンスに不慣れであるという設定を反映し、あえて下手な踊りにした。映画第一作では観客といった群衆の CEG モデルが一新され、96種類の髪型、 服、色の組み合わせと20種類の動きのバリエーションの表現に成功したほか、小さな子供のモデルも用意された。また、映画第一作の制作では、CG シーンのファイル共有フォーマット、アレンビックが導入されたことにより、安定したレンダリングの実現に成功した。イチゴの大まかな設定は決まっていたものの、弟の存在などといった細かな設定は、 1> 第一話の制作と同時に作られていった。イチゴの設定のうち、天然だが鈍感ではないという部分は、母親の弁当屋を手伝う中で、お客さんをしっかり見ていくという経験を重ねた結果、人の気持ちを理解できるようになったという形で、彼女の実家が弁当屋であるという設定と関連付けられた。百合川は制作の初期段階から二面性を持つ、 キャラクターとして設定されており、ゲームでもややクリアに病気味のツンデレとして設定されていたが、六百歳の吸血鬼というキャラクターを演じているという設定は、アニメ化に際して追加されたものである。ゲームのスタッフである中村幸恵は、この設定を非常に新しいと評価し、同じくゲームのスタッフである橋本かよ子も、この設定を、バンダイだけでは難しかったクリエイティブなものとして、 評価している。木村は正直受け入れられるのか一番不安だったキャラクターで、出落ちみたいな扱いでもいいと考えていたが、実際は僕たちが思っていた以上に受け入れられたと振り返っている。加藤はエキサイトとのインタビューの中で、第2部から登場したライバル校のドリームアカデミーの関係者について、第1部の登場人物よりもキャラが薄くならないように、 決めゼリフ等を入れた結果、予想以上の個性派集団になってしまったと振り返っている。例えば、ドリームアカデミーの生徒の一人である空の口癖であるクルクルキャワワは、空の持ち歌であるキラパタシャイニングの歌詞を元にしている。また、他のドリームアカデミーの関係者であるキイやセーラの決めゼリフについても、青井の穏やかじゃないのような引っかかりのある言葉を目指して設定された。 このうち、キーのオケオケオッケーは様々な派生を作ることができるという観点からも決め台リフとして採用され、実際に嘘嘘嘘といった派生も存在していたが、オケオケオッケー以外の派生型が聞き取りづらいことが判明したため、これらの派生型は途中から減らされた。放送が長期にわたるため、アニメの中の主人公と一緒に成長してくれたら、 嬉しいという木村の意向から主要登場人物の役には同年代の声優が起用された。星宮一号役には当時中学生だった諸星すみれが抜擢され、諸星の周りを固める形で他の登場人物の声優が選ばれた。本作の音楽はもなかが手掛け、アニメは子供向けだが音楽は少し上の年齢層にも聞いてもらいたいという木村の方針から、 各キャラクターの歌唱は本作のために結成されたアイドルユニットスターアニスのメンバーが選ばれた。同様の方針はスーパーバイザーである水島聖二を通じてゲーム側の作曲家にも伝えられている。すべてランティスより発売。オープニングとエンディングでは歌詞字幕が表示され、第2話からは振り仮名が追加された。いずれも本作のために結成されたスターアニス。 および、第3シーズンにより、新たに結成されたアイカツスターズが歌唱を担当している。以下、CD 化されているバージョンについては文末に、アニメのすべてのバージョンと CD 音源が異なる場合は、合わせて記載する。ただし、ベストアルバムに収録された別バージョンは文末にと、記載する。第177話は OP なし。各エンディングアニメーションの最後には、 c u next t i m の表示が入る。ステージ曲主に各は後半のオーディションで使用。その他、ステージ曲その他第1部、第2部、第3部、第4部テレビ、東京系列6曲のみ、字幕放送対応、連動データ放送実施。時間帯はすべて現地時間。2013年3月2日、ハッピーネットより DVD の発売が開始された。 毎巻特典は描き下ろしリバーシブルジャケット。セルレンタル版とも、第1巻は2話収録であるが、セル版は第2巻以降は6話収録で、1ヶ月のブランクを隔てつつ2ヶ月続きで、月1巻ごとのペースで2枚組で、リリースされている。特典映像が含まれている場合もあり、すべてピクチャーレーベル仕様になっている。また、全巻に、初回特典として、 オリジナルデザインのアイカつ。カードが封入される。第1部のブルーレイボックスが2014年11月5日に、ブルーレイボックス1、2015年2月3日に、ブルーレイボックス2がそれぞれ発売と2014年5月に発表された。サードシーズンからは、明かりジェネレーションと関して、第1巻からのリリースである。ブルーレイボックスは一クール単位構成、DVD 版は、 1> 第1巻が3話単位、第2巻以降は6話単位の構成となっている。4月発売以降の商品はクレジットがバンダイナムコピクチャーズに変更されている。劇場版3作品のパッケージソフトの特典については劇場版を参照。劇場版挨拶は2014年12月13日に公開の劇場アニメ作品。配給は投影。 2014年2月27日の放送で制作が発表されたテレビ東京開局50周年記念作品キャッチコピーは史上空前のアイドルムービー誕生これが私たちの明日へのステージ本作の時系列はサードシーズンの112話と同時期にあたり公開直前に放送された本編112話は 本作と連動したエピソードとして制作されている。入場者プレゼントは劇中にも登場する、プレミアムレアドレス、スリーピングオーロラコーデの3枚セット。さらに数量限定で、アクセサリーカードを追加した4枚セットが配布された。ストーリーイチゴの成長を確信した、三井志学園長は、イチゴに彼女自身が、主役のスペシャルライブ、ダイスターグルイチゴ祭りのオファーをする。 このスペシャルライブを成功させれば、イチゴはトップアイドルになること間違いなしということで、プロデューサーの青井や衣装担当のランをはじめ、乙女はグッズ、ユリカは会計、桜はパンフレット、カエでは振付担当として、スターライト学園の仲間たちがイチゴに協力する。そんな中、神崎水希はイチゴがライブを成功させて、トップアイドルになった暁には、 頼もしく成長したイチゴたちに相勝つ。の未来を託して引退することをイチゴに伝え、イチゴのステージ出演のオファーを断ったばかりか、ライブを見に行こうともしなかった。まだまだ一緒に相勝つ。したいイチゴは水木に自分の感謝の気持ちを伝えるために、ライブのための新曲の制作を決意。当初は鈴川直人にオファーしたが、 いちごにとってのベストの歌を作れないと断られ、代わりにシンガーソングライターの花音を紹介される。カノンは新曲として輝きのエチュードを作曲した。その歌詞はいちごのファンやいちご自身に向けて書かれたものであったが、いちごはその歌詞にいまいち納得できず、より直接的に水木への気持ちを表す歌詞に書き換えることになった。一方で、あかりはなんとかずきに いちごのステージを見てもらえるよう、みずきの行方を追っていた。ようやく、みずきを見つけたあかりは、いちごのステージを見てもらえるよう説得した。こうして、大スターグーいちご祭りは、本番を迎え、スターライト学園の仲間たちはもちろん、ライバル校のドリームアカデミーの生徒たちも参加し、盛大な盛り上がりを見せた。ところが、いちごのライブ衣装である、リラフェアリーコーデが、まだ完成しておらず、 会場に届いていないという重大なハプニングが発生。生ドラマパートの延長で対処するが、それも限界となった時、マリアのヘリコプターが到着し、そこから飛び降りたユリカによってリラフェアリーコーデがイチゴに無事渡された。こうしてリラフェアリーコーデをまとったイチゴにより、輝きのエチュードの完成版が披露された。アンコールではイチゴも知らないシークレットゲストが登場。 それは、あかりと、彼女に説得を受けた、みずきの二人であった。三人が、レッツ・アイカツ、お披露し、ダイスターグいちご祭りが、無事終わりを迎えた後、みずきはいちごに、アイドル引退の撤回を伝える。いちごのステージを見ようとしなかったのは、みずきは、トップアイドルではない自分を考えられなくなっており、いちごに抜かれることで、 アイドルとしてのすべてを失って消え失せてしまうことを恐れたためだと語った。最後は、アイカツランキングで水木を抜いて1位となり、トップアイドル1号を仲間たちが祝福。そして、イチゴが明かりに時間かかってもいい、よじ登っておいで。私、てっぺんで待ってるからという言葉とともに、愛用のマイクを託し、明かりはより一層、アイカツに励むことを誓うのだった。 スタッフ楽曲工業成績全国150スクリーンで公開され2014年12月13、十4日の初日2日間で公衆1億7、272万7、250円、動員15万6949人になり映画観客動員ランキングで初登場第5位を記録。また、ピアノ調査による初日満足度ランキングでは満足度93.3となり、 1> 第1位となっている。ブルーレイ、DVD2015 年6月2日に発売。BD と DVD は豪華版と超豪華版がある。初回限定特典には、特製スリーブ仕様とオリジナルアイカツ。カードの、シュガームーンベビードール、シュガームーンクロスパンプスが、収録が付属。特典には、オリジナルドラマ CD、星宮いちごの午後は11、いちご気分大スターグいちご祭り。 ご野菜スペシャルが付属するほか、リーフレットや特典映像が収録されている。また、超豪華版には、蒸気の他に、ダイスターグいちご祭りポスターと劇中のボーカル曲を、すべて収録した、劇場版オリジナル歌バッジが封入されている。テレビ放送2016年8月11日、劇場版新作、劇場版愛活スターズが2日後の8月13日に、 公開されるのを記念して、本作がテレビ東京及びテレビ大阪の12時14時で地上波発放送された。番組では、本作の星宮市と大空明かり、アイカツスターズ、の虹の夢と桜マローラが進行役を務め、本作の他、劇場版アイカツスターズの情報、そして同日放送される、アイカツスターズ、本編第18話、 ゆりちゃんと一緒の予告も合わせて放送された。アイカミュージックアワードみんなで賞をもらっちゃいま。賞は2015年8月22日に公開された劇場アニメ作品。配給は前作に続き投影。興行収入は1億3000万円。本作では一部の映像に 3D が挿入されているほか、スマートフォン向けアプリと連動したスマホ応援ライブが 全国の映画館で実施された。入場者プレゼントは劇中にも登場する、ラブリーブリティッシュトップスの 3D アイカツ。カード。キャッチコピーは、夢のステージ、ついに開幕。あの曲は選ばれるかブルーレイ、DVD には、ラブリーブリティッシュコーデの3枚セットが付属。また、豪華版には、後日談を描く、オリジナルドラマ CD、ルーミナスのキラッキラナイトアイカツ。 ミュージックアワード後野菜スペシャル。が付属。スタッフ受賞曲一覧関連アプリ。アイカツ。みんなで応援アプリ。アイカツ。狙われた魔法のアイカツ。カードは2016年8月13日に公開の劇場版アイカツスターズと同時上映の短編映画。本作では TV シリーズ最終回の後日談にあたる。ブルーレイ。アイカツ。 アイランドボックスには映画の後日談を描くオリジナルドラマ CD ルーミナスのキラッキラナイトアイカツから狙われた魔法のアイカツカードご野菜スペシャルが付属ストーリーイチゴの監督のもと明かりが主演の映画が制作されることになった映画の内容はどんな願いも叶えるという魔法のアイカツカードをめぐり 明かりがと狭せしと大活躍するものだった。明かりは一旦は、魔法の相いつ。カードを手に入れたが、ゆりかの手に阻まれる。すみれ、ひなきの援護で、ゆりかの足止めには成功したものの、当初の脚本と違う形で魔法の相いつ。カードは、スターライト学園、ドリームアカデミー関係したアイドルの出演ドラマの各所を飛び回るが、いちごはこのまま映画撮影を続ける。 その中で魔法の相イカカードの効果も万能なことを知ることとなるが、明りの手には定着しなかった。最後には、ジョニー・ベップが SF ファンタジー風に噴した姿での対決となる。明、スミレ、ヒナキ、シュリ、リン、マドカ、ノノ、リサの協力を手にして、ジョニー・ベップから魔法の相イカカードを奪回する。そうして、明りが魔法の相イ カードで願ったことは、みんなとのステージであった。こうして、劇中に登場した、スターライト学園、ドリームアカデミーに関係した、アイドル25名でステージを行い、映画撮影を締めくくった。スタッフ楽曲劇場版アイカツ。に関する、カテゴリー、アイカツ。ミュージックアワードみんなで賞をもらっちゃいま。賞に関する、カテゴリー、アイカツ。狙われた魔法のアイカツ。 カードに関するカテゴリー、ありがとうございます。